吉根さん、なんかかつて億万長者合宿やってる時にね、それに参加したら本当に億万長者になれるんですかって聞いた人がいましたよね。で、億万長者合宿に参加してる人って誰がいるか今考えてみたらね、あ、俺だみたいな感じですよね。つまり億万長者合宿ってのは合宿に参加したから合宿になるんじゃなくて、合宿から帰ってきて何をするかが合宿なんですよ。つまり億万長者合宿に参加した1泊2日なり2泊3日ね、これでいきなり下山してきたら億万長者になるっていう風に考えてるんだったら、ちょっと待てよって話じゃないですか。まさに億万長者合宿で学んだこと、身につけたこと、気づいたこと、気づかなかったことを、その合宿が終わって日々どのように咀嚼していくか、使っていくか、また思い返していくか。自分の億万長者合宿は自分の人生の上にしかないんですよね。そう考えたら、私は今夜も億万長者合宿に参加してるわけなんですよ。もちろん昨日もです。この数年、いや、おそらく生まれてこの方、毎日一泊二日の億万長者合宿に切れ目なく参加してるんじゃないかなと思うんですよ、ね、そうなると、いや、億万長者なるでしょう、なったでしょうって話ですよね。まあ、はばかりながら、私の場合は、まあ、1億2億っていう単位でたった一人になってから稼ぎ出しました。今はもはや稼ぐっていう行動しなくても資産がどんどん増えていって、あ、お金持ちってなんだ、何もしないのに増えていくことなんだっていうふうにね、思ってますね。ただ最初はビジネスガリガリにやりました。どうやったら人に喜んでいただけるだろうか、どのようにしたら人に聞いていただけるだろうか、受け取っていただけるだろうか、支払っていただけるだろうか。一回でもおかしなことすれば、それは信用を失って悪い評判となり、私の名前が出た瞬間に人は去っていくと思うんですよ。でもおかげさまで、未だに新しい方が私の耳に傾けてね、耳を過ごしていただけると。で、気づきがあった、儲かった、いろんなことを言ってくださいます。本当に嬉しいなと思います。つまり億万長者合宿っていうのは何気ない日々のことなんだろうなと思いますよね。で、あの本のことね、アーシアンへのメッセージっていう八尾井純一さんの本で、まあ、夢を叶える方法っていうのは、まず自分の夢を強く念じて、それをすぐに忘れて目の前のことをやり続けていくことだよみたいなことをね、言われてました。まさにずっと自分の目標や夢を意識してると、今日たどり着いてなかったら、まだたどり着いてないなと、まだたどり着いてない、まだたどり着いてないっていう思いがずっと続いて、そっちが実現するってことなんですよ。ですんで、遠くの山に旗を立てたら、その山を見ずに足元のことをね、日々こなしていけばいい。私はセルフワークを知った時に、これ1億円稼げるじゃんって思ったんですけども、日々やることってのはセルフバックをやることと、それを人に教えること、他はほとんど何もやらずに同じことをずっと日常としてやってたんですよね。そうすると、気がついた時に、あれ、ちょっと計算してみようか、あ、とっくに超えてるじゃんみたいなね、3年目が来たわけなんですよね。だからそういうことが大事なんじゃないかなと思うんですよ、うん、よくね、オリンピックまであと136日みたいなカウントダウンがありますけども、いや、でもね、言ってみればオリンピックの選手っていうのは、オリンピックの大会期間中だけ何かをやってるわけじゃないですよね。むしろオリンピックに向けて日々をオリンピックを作っていると思うんですよ。稼ぐってのも同じことだと思いますし、まあ、男女交際も同じで、自分が求めている人に出会った時、出会いがあった時に、それまで自分が何をしてきたのかっていうのが全て出ちゃうわけですよね。だから自信がないっていうのは準備をしてこなかったってことだと思いますし、いざとなった時だけやろうっていう風なね、まあ怠慢がそこにあるんじゃないかなと思うんですよ。災害でもそうですけども、備えていることで決まるんですよね。何もない時に備えているのか、何かあった時しかやらないのか、もっと言ったら何かあった時ですらやらないのか、あなたはどう思いますか。いってらっしゃい。